竹本直和 YouTube チャンネル。皆さんこんにちは、後ろを見ていただけば分かりますように出雲大社の前におります。昨日まで線状降水帯で大雨が降って、道路が車で走れないほどの水が出ておりました。今さっと水が引きまして、実にすっきりした時間を迎えております。私なぜここに行ってるかと言いますと、実は今日、青木幹雄先生の忍ぶ会がこの地で開催されたわけで、それに参画するために今行ったわけでございます。青木先生は私本当に長くお世話になりました。特に1年半余り前に私が、義理の息子に後を譲って、政界を終えるという話をしましたら、ぜひ君もっとやれるんだからやりなさいと強く勧められたのをよく覚えております。今は譲った息子がしっかりと私の後をつけるように成功するように、そういう思いで私は頑張っているわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私という一人の人間を、一人の政治家を、大きくご指導いただいた青木先生、本当に思い万感、次から次へと思い出すことがたくさんある存在でございます。青木先生はこの出雲に生まれられ、そして出雲で政界に立たれ、そして70年間政治に尽くした後天国へ向かわれたわけでございます。いつまでも心に残る大先生でございます。こういった先生のご指導があって、初めて今日の私があるものだと深く深く感謝している次第でございます。以上でございます。ありがとうございます。